三島進学ゼミナール三島総本部校三島。進学ゼミナールは、静岡県三島市に本部を置く、学習塾、予備校である。略称は、サッチもしくは、サッチゼミ。1975年に、谷沢秀幸により設立された。土根城を校訓とし、高校受験対策を中心に教育事業を展開している。進学実績では、 地元のトップ校静岡県立二ら山高等学校の合格者数17年連続1位。また、2008年11月には大手進学塾、サナル予備校と有効的業務提携を行っている。そのため、サナル予備校の教育システムが一部導入されている。1945年、谷沢秀幸が三島市東町にて個人塾を開校。 1981年、三島市日野出町に移転。1994年、受校生が小中学生のみで1000人を超え全国最大規模となる1995年、開校20年を機に、神奈美校を開設。1998年、下戸狩校を開設。2000年、修善寺校を開設。全新学塾中、にら山高校合格者数が5年連続第1位となる。 2002年沼津本部校を開設。2004年裾野校を開設。生徒総数が3000人を突破する。また、ベネッセコーポレーションの BE スタジオを開設。2006年カヌキ校を開設。2008年サナル予備校と業務、資本提携を結ぶ。2010年伊藤本部校を開設。2012年御殿場校を開設。2014年三島本部校。 新校舎建築。名称を三島本部校から三島総本部校に変更。2015年修善寺校、新校舎建築。2016年高校部、ハイスクールウイルを三島駅前、三良山沼津、御殿場の4校舎にて展開。また、サナスタを開校。小学1年生からの指導を開始。2017年川瀬美校、沼津マカド校を開設。 富士、富士宮エリアに、富士高前校、富士駅前校、富士宮校を開設。高校部、ハイスクールウィル・オヌマズ東高前、富士、富士高前の参考者を開設。2019年富士吉原校を開設。三島進学ゼミナール進学実績。ありがとうございます。